さあ V さん、はい、今からメーカーさんの方に、はい、移動しましょう、はい、じゃあ編集部よりはいきなりプレゼントっていうとそうなんあれかもしれない。そうなんですね。つけつけ行くのもいいかなと思うんですけどね。じゃあ V さんって、はい、なんでって言ったらあれですけど、はい、こう V ジャンプ編集者どういう経緯なんですか。急に僕の話ですか。はい、まあ、V ジャンプ自体はあれなんですよ、会社のもう本当にサラリーマンなんで、はい、配属普通にだから集英社に入社した。そうです、集英社に入って、はい、もう1年目、まあ、ちょっと研修期間みたいなのあるんですけど、はい、そこから最初にもう V ジャンプに配属されて。あ、もういきなり。はい、はい、で何年ですかね、16、7年ぐらいやってるのかな。じゃあもう V ジャンプしか知らないと言っても過言ではない。そうなんですよ。で僕が入った年は、うん、あの営業職と編集職別々でもう受ける段階から希望を選べるって感じで、一応編集希望で入りましたね。まあ、やっぱ世代的にジャンプ世代、ずっとジャンプ読んでたんで、ジャンプ編集、漫画編集者になりたかったと。なりたかったんですけど、やっぱショックでしたね、なんか最初。そうですね、なんか思ってた漫画編集とは V ジャンプってちょっと経路が違うでしょうか。そうなんですよ、もう働いちゃえば、もう当然それぞれの部署がそれぞれの仕事なんで、はい、全然そういうのないんですけど、はい、やっぱもう読者の時は少年ジャンプっていう思いで、はいはいはい、まあ、会社を受けてまして、うん、V ジャンプかみたいな。なんかやっぱり夢あったんですか、バトル漫画、バトルモノ漫画立ち上げたいみたいな。いや、そうですね、やっぱり、はい、筋肉マンがすごい好きなんですよ。お、はいはい、まあ、漫画の中で一番筋肉マン好きで、はい、やっぱああいう漫画、王道の、はい、うん、少年バトル漫画はすごいやりたい、今もでも、まあ、今でもやりたいですけど、はいはい、まあね、サラリーマンである以上移動ってあるかもしれないですね。そうですね、うん、また今さらジャンプ行けって言われるとそれはそれですもうすっかりこっちの仕事も覚えて。そうですね、うん、なんか V ジャン、まあ、やっぱりメーカー、ゲームメーカーとかおもちゃメーカーと仕事するのも楽しいですし、うん、まあ、こういうなんか V ジャンプレイもそうですけど、そうですね、ちょっと純粋な漫画雑誌じゃやらない仕事を結構やれるんで、はいはいはい、情報系というか、はい、うん、すごい面白いですね。それ聞けてよかったですよ、本当に。よかったですか。いや、突然なんかこういう深い話してたら急に、いや、俺やめようかなと思ってるんですとか言い出されたらもうここが悩み相談のチャンスだったかもしれない。じゃあ悩み相談やめますよ。じゃあ